石川紅葉石川紅葉7月5日から1989年12月26日は警視庁に所属していた警察官写真家である。警視総監時期時期の命令を受けて東京大空襲の山上などを撮影したことで知られる。内科を手にする石川紅葉昭和20年1904年7月5日福井県で石川武次郎 特夫妻の息子として生まれる。幼少期は国鉄職員であった父親の仕事の関係上、福井、沼津、松本と転居している。1919年、松本駅長を最後に退職した父親が写真館を開きたいと言ったため、東京薬学校を中退し、東京球団下の八夜写真館において修行を積む。2年間の修行後、松本で父親と共に、 写真館を開く。1924年、父親が死去。翌1925年に徴兵され、朝鮮不行第80連隊へと配属される。徴兵期間が終わった後も写真館を人に貸したまま、東京の親戚の下に居候をしていたが、知り合いの大崎署巡査部長の勧めもあって1927年に警視庁に入庁。警視庁でも写真撮影を務めることが多く、 後に、石川が愛機として使う雷火人衣を使い始めるまでは、暗号というガラスパ板式の大型カメラを使っていた。1936年の2.26事件の際は、警視庁本部庁舎消防部入り口より、警視庁3階の交通部事務室に上がり、そこから警視庁中庭に左重して待機していた兵士たちを決死の思いで撮影する。この事件の際、 赤坂表町警察所勤務時代からの同僚だった土域清松巡査が殉職している。1942年4月18日の B-25 による同リットル空襲の直後、上司であった刑務課長の原文兵衛に呼ばれ坂信夜、警視総監から空襲の記録写真を撮影することを直々に命令された。非常に危険な任務であったが公用は写真を撮り続けた。 石川が撮影した東京大空襲沈下後の街の風景燃えるビルと逃げる人々東京大空襲で焼け焦げた遺体の山母子と思われる二つの遺体母親は子供を背負って逃げ背中が焦げていない1945年3月10日の東京大空襲の際もその山上を33枚の写真に残した空襲開始後に両国警察署にかろうで到達したが 猛烈な風と煙と火の粉のために撮影はできず、目前で多数の市民が死んでいくのをどうすることもできなかったという、カメラを抱いて逃げ惑い、奇跡的に生存、夜が明けてから被害の様相を撮影した。この時の様子については、無残な同胞の死体にカメラを向けることは、死者から叱られるようで一番辛かった。しかし、使命の前には非常にならざるを得なかった。 合唱をしながら、そこを立ち去り警視庁まで歩いて帰ったと戦後に、記している。この後、5月25日の山手空襲まで紅葉は記録写真を撮影した。紅葉が撮影した空襲の記録写真は、同リットル空襲での写真も含め600枚以上に、上る。戦時中は、一般市民が空襲の被災現場を写真に撮影する、ことは事実上禁じられていたため、 紅葉が撮影した一連の写真は空襲の被害を伝える貴重な映像となった。敗戦を迎え、連合国軍最高司令官総司令部による占領が始まる。GHQ は日本側の空襲被害状況の公式記録が全く存在しないことを知ったが、紅葉だけが唯一空襲の状況を撮影していた事実を間もなく突き止める。紅葉は GHQ から 空襲被害状況を撮影したネガを提出せよという命令を受けるが、カくなにこの命令を拒否する。一方、警視庁は、空襲被害写真は公用が個人的に撮影したものと責任追及を避ける。GHQ は公用がネガを絶対に提出しない、決意があることを知りネガを提出させることは諦め、ネガをプリントした写真の提出という形で終わらせた。 しかし、紅葉は GHQ にネガが押収されることを防ぐために自宅の庭に埋めて保存した。紅葉が GHQ からネガを守り抜いたことにより、東京大空襲の惨状を視覚的に捉える写真という形で後世に残せることとなった。後年紅葉はこの時のことを振り返り、本当は戦争の写真は撮りたくないと語っている。 戦後も警察官として1963年まで活躍し、1989年に85歳で死去した。撮影に赴く際に、上司の腹から、今夜の空襲は、今までの空襲の観念や方法と違った猛烈さを極めていて、現場は想像以上のものがある。十分気をつけてな。決して死ぬなよ。必ず元気で帰ってきてくれよと特例を受けたと、されている。 AB 警察文化協会、ドキュメント東京大空襲温度理社、1968年、初版、1978年増補改定、P931943 年5月7日に、内務省警報局から、各庁府県に出された取締り標準では、外国人の撮影はこれを阻止すること法人撮影の、場合も、その用途名にして、防雨用上支障なくかつ、 特に必要ありと任務る者の,の外阻止することかおく、その他建造物の被害復旧状況の撮影につき、右確号に同じとされていた。この布告によれば、紅用の写真撮影行為は、警察という公的機関による行為であり、撮影行為自体に問題はなかったが、紅用の証言によると、一般人による無許可の撮影と勘違いした憲兵らによる誤解、あるいは、 国情報の不徹底によると思われる写真撮影妨害行為があったという。実際には、石川の他に陸軍参謀本部の対外広報機関であった東方社に所属していた菊池俊吉らのカメラマンや写真協会等と共に日本政府の写真広報活動にあたった日本写真公社の所属カメラマンらが多くの記録写真を撮影しており、2010年代に入って これらの未公開写真が次々に関係者遺族の遺品の中から発見された。こうした記録写真は1700点余りに上り、2012年には NHK スペシャル東京大空襲未公開写真は語るが NHK により制作され、2014年には石川の写真をはじめとする1400点余りを収録した写真集決定版東京空襲写真集アメリカの 無差別爆撃による被害記録が東京大空襲戦災資料センターにより刊行された。ありがとうございます。